江頭子です。江頭さん、もう今日は新年一発目の動画となりますが、明けましておめでとう。というわけで、今日は牛宮城に来ております。これ、本当にやんの？まあ約束しちゃいましたからね。俺ただでさえ大人のお店でお金使いすぎてんのに大丈夫かな。ちょっと大丈夫かどうかは僕も分かりませんが、本当に大変なことになるかもしれませんが、まあ、今回牛宮城さんのロケ時間も決まってますので、もうまずは早速入っていただこうと思います。はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。よろしくお願いします。こいつら揃いも揃ってエロい顔してんね。なんでですか。江頭と死闘を繰り広げた大食い女王、萌えのあずき、増渕幸代、海老原迷いの3人が牛宮城にやってきた。今日はこの令和の大食い女王3人に牛宮城を江頭さんがおごると。うわー、ありがとうございます。ごちそうさまです。どのくらい食うのよ。ちょっと牛1頭ぐらい。おい、ちょっと待てよ。まあ一応なぜこうなったかっていうと、まあ、この前エビマヨさんと対決しまして、でもうエビマヨさんが勝ったら3人を牛宮城に連れてってくださいという約束をして、江頭さんが負けてしまったと。そうなんだよ。エビマヨ強かったな。今日本当に好きなだけ食べて好きなだけ飲んでいいんですか？もちろんいいよ。やったー。約束だから。エガちゃんおごっちゃう。やったー。お腹すごいね。お腹減らしてきました。会計いくらになるのよ。ちょっとお願いします。ありがとうございます。今日もたくさん食べてくださいね。おい、ちょっと待ってくれよ。はい、笑顔だな。そうですか。今日はまあ時期的にもお店がお忙しいということで、90分で食べ放題と。やった。90分。はい、90分。はいはいはい。のでどんどん頼んじゃってください。はい、ありがとうございます。じゃあお前ら。どうぞ。いっぱい食べてください。もうまずビールいただいてもいい？おお、ちょっと待って、飲み物もあった。うわ、シャンパンとか。おいおい、いいですか？まあ一番そうですね。おい、ちょっとあんたもういいんだよ。江頭さん、今日は新年一発目の動画でして、めでたいめでたい。やっぱりここはどれいきますか？あ、なんかすごい良さそうなのがありました。それがですね、サロンですね。50代。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。サロンあんのかな？サロンないでしょ、堤。あ、なんだ、買ってきます、今。おい、なんだよお前。ちょっとない、サロンはないかな。サロンはないか。今日はないか。よかった、命拾いしましたね。危ないとこでしたね。まずビールをいただいて、はい。あ、いいんですか、ビールで。酔っ払ってきたらシャンパン。はい。嬉しいです。ありがとうございます。あ、じゃあ僕ハイボールをいただいて。お前関係ないだろ。ちょっと待てよ。新年一発目ですよ。ちょっとそんなめでたい時に。なんでだよ、俺。兄さん。怒りたくないよ。江頭さん、新年一発目の乾杯で江頭さんが手ぶらってわけにいかないですよね、やっぱ。あ、もうそらそうですよ。それもうなんでだよ。改めての気持ちでね。それはもうここで一番高い飲み物持ってこい。え、今ある一番高いやつです。え、ドンペリニオンのロゼが11万になってますね。あるのかな。11万持ってこいよ。何ですか。大丈夫ですか、池田さん。大人のお店を3回我慢すれば。そうだね。大人のお店行きたいな。じゃあお肉行きますか。はい。あ、じゃあもう頼んじゃっていいですか。すいません。じゃあそしたら極みタン塩、名物の極みタン塩10人前お願いします。ちょっと待って。10人前、お前残すじゃダメよ。いやもう本当にタン大好きなんで。すぐ食べちゃうと思います。10人前ですか。牛宮城特製塩だれ10人前。10人前でしょ。単位が。したらと上カルビを10人前お願いしてもいいですか。すごい、ありがとうございます。キャベユッケと黒トリュフユッケあれだけください。ちょっと待って。どれらい額になりますか。あとすみません、ホルモンの盛り合わせも10人前お願いします。ありがとうございます。お願いします。なんか表情が引きずってきたんだけど。ちょっとここで落ち着くためにちょっとどうしました。江頭メモ出そう。これ江頭メモって言って、宮迫とかあとフードファイターたちに聞きたいことを昨日徹夜で書いてきた。徹夜でそんなことする芸人さんいます。まず宮迫です。これまでに一番お金を使ったのはどのくらいですか。このお店ですか。そうです。すごい方が一度ちょっとお見えになられまして、このお席ですよね。このお席一人で4名様かなで来られてて、ちょっとある有名な俳優さんとその社長さんみたいな感じで来られてて、ちょっと待って、どうやったらそうなってんの。800万1テーブルでものすごいシャンパン、お店に置いてないやつをあらかじめご注文いただいてまして、それを仕入れて3本でそれがもう600万ぐらいいってた。俳優さんと俳優さんのスポンサードされてる社長さん、大社長さん。イニシャルと言いますか、よくタクシーに乗ると必ずその方のコマーシャルが流れる。ああ、あの俳優さんだ。そうですね。タクシーを待ってて、そのタクシーの前にそれもよく見ます。すごい見るんじゃない。それと双璧ぐらいにもう必ず流れてきます。筋肉。あ、郷ひろみ。あ、違います。西さんクリニックではございません。ゴーって言ってたじゃん。それがもう今です一番すごかったですね。うわ、それを抜けようって言いたくなるんだけど、性格的に絶対抜いちゃダメだよ。抜いちゃったら大変なことになります。本当大変。うちが持ってきた。はい。入り口にある銅像のあいつは今どうしてます。ずーっと鎮座してます。あれはあってよかった、それとも悪かった。あってめちゃめちゃよかったです。おお、活躍してる。結局地方から来られた人も必ず写真撮っていきます。外人さんもちゃんと撮っていきます。なんか分かってないけど、あいつなんかいろんなフード関係の雑誌とかに室内の雰囲気を良くしているんだから書いてました。本当に。なんかあいつがいることによってすごくなんか格式が高く感じる。めっちゃ褒められてます。おお。あ、いいんじゃない。来ちゃいました。うわ。ロゼです。綺麗です。これドンペリロゼというやつです。ロゼというやつです。わ、めったに出ないです。めったに出ませんので。新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます。え、ピンク。可愛い。ロゼです。じゃあ新年一発目明けましておめでとうございます。待って、この人たち600万いくよ。すごい。美味しい。ありがとうございます。ビール飲んで。ビール。あ、ウーロン茶。おかわり必要だったら頼むよ。うまい。お肉がご用意できたみたいで。これトリュフユッケです。見えない。うわー、トリュフか。高いやつでしょ。もうトリュフはもちろん高いやつです。これが5人前です。5人前って何枚くるのよ。すごい。これテーブル入らないじゃん。わ、すごいいい香り。いい香り。これは見たことがないですね。トリュフ祭りになってるじゃん。そしてもうどんどんいっちゃいます。これ何？キャビアユッケ。トリュフとかキャビアとか俺聞いたことある。うわー、すげえ。初めて。これよく混ぜて。すごいですね。これすごい。うわ。壮観ですね。これ壮観ですね。うわ、すごい。もうテーブル入らないじゃん。じゃあ混ぜ混ぜして食べてください。せーの、いただきます。じゃあ私キャビア行こう。いいですか？ちゃんといただきますとか食べ方が上手とか。ちょっと待ってよ。おいちょっと待ってよお前。ふざけんなよ。一口？待って。キャビアユッケが4200円です。4200円が5秒で。マジでよ。ちょっと待って。これ嘘でしょ。嘘でしょ。そういう風に食べるもんじゃないですか。よく混ぜていただいて。すげえ。これ600万上回るんじゃない？いや、すごいですよ。本当に美味しい。お肉がすごい。一口4200円。東山さん。はいはい。あとはもう時間が早く過ぎることを祈るしかない。そうですね。時間どうにかなんないじゃないですか。というもう。まあお前俺も見るなよ。ふざけんなよ。すごい。うわー、これは早いな。どうすかユッケのお味は。出た。すごい。うわー、来た。ついに来た。名物テラミ男子が来ました。これ何人前ですか？これ12枚を3皿にまとめて持ってきました。3.5人前ぐらい。そうだね。うわー、最初に牛宮城来て。テラミ男子を流行らしたの俺ですよ。いや、そうです。一番そうでしたっけ。最初に有名な方で試食していただいた。オープン初日ですからね。そうですね。大切ですよ。はい。まだめちゃめちゃ綺麗にみんな食べるし。すごい。どういう回これ。うわ。そしてこちらが極みタン塩10人前です。すごい。めちゃくちゃ綺麗ですね。キラキラ光ってる。ガンガン焼いていかない時間がね、敷き詰めるので時間が切れてきて、あと焼き場が足りない。ゆっくりでいいんだぞ。いや、90分で時間限られてるんで今日別に大食い対決じゃないです。そう勘違いしないで、味わう会だからね。3人にちょっと聞きたいんだけど、エガチャンネルに出た後、なんか反響あった？いや、もうありまくり、ありすぎです。そうですか。今テレビ出るた後よりもいまだにずっと「映画チャンネル見ました」って言われて、今でも言われます。だけどそれ危ない人でしょ。増渕さんとゆずまよさんの再生回数が400万回を超えて、すげえ。でもやさんの回なんて800万超えた。マジで。すごい。うわー。すごい。うわー、これ予想できない。今いくらなんだろう。怖いよ。いろいろなってきたね。もうなんか、もし持っただけでプルプル感がすごい。じゃあいただきます。わ、もうビールも開いちゃって、あ、向こうどんどん入れて、昼間からこれをやるか、すごいね。今度やります。ビールもどんどん来てます。あ、そうですか。うわ、すごい幸せ。え、なんでこんなとろけるんですか、さん。わー、素敵な質問。この3人って、先輩は一番誰なんですか、テレビ的に。私ね、もえあずが一番で、次が私です。エビマヨちゃん。あと今日さっきちらっと聞いたんですけど、この大食い女王3人が揃うことが初めてらしいです。おお、初めてです。大食い番組でもないキャスティングっていうことだから。そう、ここ2人はあるんですけど、2人とかはよくあったんですけど、初めて3人が。あ、そうなんだ。取っ組み合いの喧嘩とかしないんですか。最後の1枚してよ。したら1000超えるから多分再生数。今日ちょっとお店としては迷惑です。大食い会でこうなんか派閥とかあったりするんですか。派閥あんまりないかな。ないですね。じゃあこれね、大食いで嫌いなやつ。これ言いやすいだろ。もえあずから一人言え。うちのカメラはピーっていうのがすごい高性能だから絶対わかんないから。なるほど。お前から言え。先輩から言わないと。いないですよ。いや、バカ野郎。ふざけろ。おい。ちょっと。飲食店ですので。お願いします。これ言うだけで。ごまかされたよ。いないですよ。これが宮迫ハラミでございます。ハラミ。ました。気になってた。気象費用12枚ぐらいします。宮迫ハラミ12枚です。あざーす。すごいな。あかん。おいしい。上カルビ12枚でございます。じゃあ3冊用意してます。してるね。ちょっと。あ、けど溜まってきましたね。お肉が。ちょっとあるんですけど、時間内でいっぱい食べていただきたいんで、もしよかったら僕ら焼いて持ってきましょう。なるほど。ふざけんなよ。ちょっと待ってよ。ここでお店して、しっかりお店してから焼いてちゃんと美味しく持ってきます。それルールなんですよ。いかがでしょう。なるほど。それルールなんですよ。ただの店舗のサービスでございます。そうです。もうこれは東田さんのために。おい。時間だけいただいて、はい。いいじゃない。いいじゃない。ハラミどうですか、お味は。めっちゃ美味しい。ありがとうございます。なんか本当に肉厚で、肉厚なのにこの厚さなのにすぐに噛み切れる感じとか、食感最高です。さっぱりとめっちゃ美味しい。めちゃくちゃ分厚い。あ、もう嫌いな人のくだり終わりですか。よし。増渕さんがありそうですね。この話したいという増渕さんの強い意志を感じたので。そうしましたもんね。いや、なんか一番盛り上がりますよね、こういう話。いいんですか、言って。いらっしゃる。ああ、いますいます。はい、いますよ。いいよ、大嫌いなやつは。で。めっちゃ嫌い、めっちゃ嫌い。仲良くないよ。理由をお聞きしてもいいですか。理由ですか。まあ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 、なんか重鎮感漂わせて。あんま好きじゃないです。悪い顔してる。最高。これ新橋だよね。すいません。私なのっていうこと言ってくれたのかもしれない。かぶってた。そんな嫌なやつなんだそいつ。江頭さんも誰か分かってないですよね、多分ね。分かってないけど後で検索する。いや絶対一度はご覧になったことがあると思います。テレ東にももちろんデカ盛り好きな俺としては全部 T でこの人いるんですよね。いやちょっと分かんないです。あいつも酔っ払ってるし。そうなんだ。お米でございます。お米をしましたね。いいっすね。お米をよそっていただいて好きなだけ食べていただいて。ありがとうございます。これ系お腹たまるんじゃない？あ、でも多分エビマヨちゃんお酒飲んでないからずっとご飯食べたいって言って3個多分。いいですか？いいですか？一人で？一人で3個。全然。じゃあちょっと先にお米いただいちゃいます。美味しそう。めっちゃ美味しそう。エビマヨさんが。それで行くんですね。初めて見た。かわいい。力士もやらないです。仕事。そしてお肉持ってきました。ありがとうございます。わあ、綺麗。すごい。ありがとうございます。うわ、まだまだ来る。わあ、すごい。ありがとうございます。え、どうなんですか？バンバン焼かないと。娘バンバン焼かないと。もうどんどん。もうなんならこのままいっちゃうからいきたい。しっかりと火は通してください。よろしくお願いします。お店側としてはもちろん新鮮でございますが、しっかりと火を通してください。いいんですか？あ、いいですか？いいんだったら。最高。おいしいね、うまい。ああ。ガードしたみたいなペースで食べてます。すいません。マジでうまい。嬉しいな。わあ、すごい。大せんべいです。大せんべい。あ、でビールお願いします。ビールってお腹いっぱいになるイメージがあるんだけど、そんなことないの？いや、まあ普段な本当に5リットルぐらい飲む。感じたことないです。5リットル。でも2人で飲みに行ったらなんか5リットルぐらいずつ飲んだ後に日本酒を1人1升ずつ飲む。量はもちろんね、飲めるかもしれないけど、酔っ払い度はどうなの？そうなんです。あ、でもすごい酔っ払って2人とも常に楽しい状態で。この前もう本当6軒ぐらいはしごして、はい、そのたんびに常にビールと日本酒、日本酒のチェイサーがビールなんですよ。意味がわからない。本当にいっぱい飲みます。お二人が来たら店員さんちょっと焦らないですか？あ、でもそうですね。前焼き鳥屋さんでボンポチっていうメニューが好きすぎて、2人で多分200本か300本頼んで、在庫なくなっちゃう。前よく行く焼肉屋さんをギャル曽根ちゃんに紹介したことがあって、ある時後輩と行ったら曽根ちゃんがお子さんと来てたんですよ。と食べ終わってる感じ、まあ一応先輩やし、あ、お米焼き大丈夫みたいな感じで、こっちでもこっちにつけといてって。どえらい額やった。お子ちゃまと来てるし、900やからと思ったらものすごい男4人の3倍以上でなんやこれっつって。でもギャル曽根さんにご飯連れてっていただいた時に、もう本当に気にせず食べなって言ってくださるんですよ。そんなの気にしないで好きなだけ食べてって言ってもらえるので、もうそういう風に教育してもらいました。はい。江頭さん今日は少なめに食べて。ハラミ焼いてきました。ハラミ焼いて。わーすごい。いただきます。ハラミどんどん焼きました。なんか味でもいいんだよ。どんどん焼いちゃいますもう。うわー、最高。うわー、最高。いまだかつてそんなことした人はいない。うわー、うまっ。それで酒飲めるわ。ビールください。はい、上官が行きました。おお、来た。嬉しい。今お腹の分量多分2割ぐらいだよね。まだ1ぐらい。うわー、気になってたのがあるんですけど、エグチョンチャレンジ、ストーブリアン気になります。水の前ですよ、矢沢さん。ちょっと水の前、それで大炎上したんですよ。あれですね。はい。大炎上したやつを本格的にちゃんとメニューとして。これめっちゃうまいです。エガちゃんチャレンジ。はい。やっと言ってくれたよ。何ですか。こちらはですね、萌えあずさん、増渕さん、海老マヨさんにはまだ早いと江頭さんが判断した高額なメニューが貼ってあります。で、こちらのメニューに関しましては、江頭さんと対決をしていただいて、もし勝つことができたら食べることができます。なるほど。がもし負けてしまった場合は江頭さんからのゲスな質問、江頭クエスチョンに答えていただきます。怖いんだけど。すいません。じゃあシャトーブリアン水の前22000円。いいですか？こちらの対決ですが、プチ対決が3種類ありまして、こちらのカードを引いて決めていただきます。はい、わかりました。はい、どうぞ。いきます。じゃあ真ん中いきます。うわっ、怖い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 。マスシさん、江頭さん今これで時間稼いでます。いいね。本当にいいね。いいです。はい。女に二言はありません。はい。はい。こちらでございます。これ大丈夫？何これ？牛綱引きになります。こちらの洗濯ばさみをそれぞれ牛の鼻輪のようにこちらにつけていただいて、紐を引っ張り合ってもらって、洗濯ばさみが外れてしまった方が負けになります。大食いの女性がやるってとこが面白いんだね。伝説の映像だぜ。これ別に全然大丈夫です。それはお前酒もう結構入ってるだろ。めちゃくちゃ痛いっすよ。痛いっすよ。わかりました。ゆっくりいくよ。ちょっといくよ。うわ、お前。芸人潰しじゃねえかよ。はい、ちょっと待って。ちょっと待ってよ。いいですか。はい。こっちですよ。レディー、ゴー。おお、負けましたね。もうね、顔見れたらもう負けてもいいよ。じゃあ22000円食べていいんですか？もちろん。やったー。ありがとうございます。嬉しい。っていうかもう外せよ。すいません。他のオーダー大丈夫ですか？萌えあずいっちゃう？え、これさらに他にあったっけ。ごめんなさい。サーロインすき焼き。うわー、高そう。1枚2200円。1枚2200円。あ、合ってます、合ってます。1枚です。ありますか。枚数ですか。おい、ちょっと待って。やめて。飲めるお肉ですか。飲みたい。今ちょっと出せて10ぐらい。10。じゃあ、こっち。うわっ。東さん、このくらいそんな使いどころない。よし。あ、見てほい。俺ね、あっち向いてほい。負けたことがない。これ江頭さん前から言ってまして、本当対決であっち向いてほう やってくれたら絶対勝つって言うんですよ。ただ実際やってるのは見たことないんで、本当に強いのかっていうのを我々は今日確認したいなと思ってます。いいですか、うん、分かった。今回じゃあ3本勝負。ああ、いいですね、はい。じゃあ行くよ。いいね。はい、最初はグーじゃんけんぽい。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 あっち向いてほい。今なかなか危なかった。ほんまに強いんですか。最初はグーじゃんけんぽい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 。あっち向いてほい。最初はグーじゃんけんぽい。あっち向いてほい。最初はグーじゃんけんぽい。あっち向いてほい。普通に負けました。なかなか普通に負けましたよ。あれ、みんな最初はグーじゃんけんぽい。あっち向いてほい。よーっとっと、いったね。これは行きました。ありがとう。まあ江頭さんも今後一生あっち向いてほい強いって言わないで。じゃあサーロイン焼き好き10枚。お願いします。いやカルビめっちゃ美味しい。カルビ美味しいです。無限にいけるこれ。ああ、ますぶちさんがレバー3枚食い。なぜお太りにならないんですか。逆になんでみんながそれで生きていけるのかが謎。ほんまにそんなだけしか食べてへんのかが気になる。気になる。全然食べないですよ。もう50超えたら全然食べないですよ。食べない。大食いさんのサーモグラフィーを撮ったら食べてる時真っ赤に燃焼してるんですよ。もう食べながらもカロリー消費してるんだ。それだから体型を保てるって俺聞いたことあるんですけどね。ええ、そんな博識なとこあるんですね。江頭さんがそんな話したら思いますね。食べちゃおう。うわ。あ、全然食べちゃう。サロイン、まあごめんね。めっちゃ食べちゃった。ごめん。私がめっちゃ食べちゃった。ありがとうございます。これカルビ美味しすぎて。うわ、カルビ丼になるんですね、そっちは。カルビ最高だ。食べちゃおう。すごい美味しい。うわ、マジで。本当に男性とお付き合いした時はどうなるんですか。お食事とかになった時は。あ、我慢します。で帰ってめっちゃ食べます。ああ、そこはやっぱ我慢するんだ。ビールください。おい。ナイス。水の前が。うわ、お願いします。うわ、マジで。ちょっと置けますか、ここ。はい。慎重に置かせていただきます。ちょっとします。わあ、すごい。失礼します。よいしょ。待ってる。何これ。これいくらよ、これいくら。ちょっと怖くなってきた俺。2万2000円。ええ。シャトーブリアンの薄切りでお出汁の上に乗っけておりますので。おい。ごちそうさまです。ダブル程度と言いますか、シャトーブリアンを薄切りで提供してるとこほぼないと思うんですよね。なので、ちょっと面白かったら江頭さん一番最初にやっていただいて。本当ですか？すごい。何件？ありがとうございます。生まれてよかった。うわ、すごい。あ、金粉が泳いでる。すごいすごいすごい。すごい。しか見たことない。もういい。やばいやばい。お肉がなんかトロトロすぎて切れちゃいますね。とても繊細なんですよ。出汁にしっかり浸していただいて、あ、なるほど、こうやって、あ、じゃあもうちょっと3枚ぐらいいこう。じゃあ3枚こういって。なんかフグの食べ方だよ。テスタの食い方。こうしよう。これは早いってこと。いやいや、シャトーブリアンですよ。シャトーブリアン。これは。うわ。うわー、また今回お金に換算いただいてなかった。すごいな。うわ、なくなっちゃった。あれだね。ユッケさんとレイミとビビンバ。みんな。はい、数はどうしましょう。どうしよう、どうしよう、わかんない。やけどちっちゃいなら、あるだけ。あるだけ。やけど6ぐらいいけるんだよ。確かに、じゃあ、6、6、6、6、6、6、6、一人2個ずつ。6、6、悪魔の数字。ダミアンの数字。そしたら、お肉もうちょっとだけ追加しても大丈夫です。お、いいじゃん。ずっと気になってて、宮迫貝の実っていうのがめちゃくちゃ美味しそうだったんですよ。それちょっと食べたいんです。あ、ぜひぜひ。結構シルバーやし、6ぐらい。6人前。6人前でいてもいいし。これはもう終わり？こちら開きました。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 ワインってあるんですか？ワイン。はい。ここに来て、ちょっと待って。吉木さんプロデュースのワインちょっとお貸していただいてて。吉木さんって X ジャパン。あ、そうそうそう。ちょっと来ていただいて、ちょっとぜひということでお貸していただいてるので。2種類ありまして。はい。2万のと5万の。5万だね。はい。どっち？2万でいいよね。5万にしましょう。いいですね。メダリ上手。江頭さん、はい、新年にふさわしくない顔になってるんで。明るい顔お願いします。ワイン来ました。こちら。吉木さんの。かっこいい。吉木さんのワインですか。はい。美味しいんですよ、これ。後半戦に入りました。乾杯。いただきます。どうですか。すごいな、本当に。この人すごいな。めちゃくちゃ美味しいってことだけはわかります。めっちゃ美味しいです。普段そんなにお酒強くないんですけど。エビマヨさん負けた。すごい飲みやすいです。初めてこんなスープ飲めました。サーロイン来ました。ご飯にめちゃめちゃ合うので。失礼しました。サーロイン焼き好きな。これ高いでしょ。1万2200円。10枚。これ僕何回いけんのよ。こちらの卵を溶いて。わあ、やばい。そうか、すき焼きか。すき焼き。この卵美味しいんですよ。田中農場さんの卵。やばい。君だけでこう取れそうだね。めちゃくちゃ美味しい。私毎月オートリューフェしてる。ありがとうございます。オーラスの黄身がもう本当に黄色。ありがとうございます。もうただの酔っ払いだ。すごい。片面10秒焼き。はい。中の量。わあ、うわ、すごい。これ反則でしょ。美味しい。甘いですね。うわ。寝てほしい。何寄ってらっしゃいますけど。もう他人にあげないっていう。マジでやばい。卵がなかなか潰れないね。いいですね。いいですね。喋らない。すげえ。叫んじゃねえよ。うわ、めっちゃくちゃ。うわ、いただきます。間違いない。お相撲さんかって。やばい、これはちょっと俺おやす。ああ、うわ、マジでうまい。やめて。マジでうまい。最高。普段朝ごはん食べるんですよ、私。朝ごはんも昼ごはんも食べていて、必ずちゃんと大食いの前でもご飯食べるんですよ。本当に今日は食べます。マジで絶対ここで死ぬほど食べようと思って。食べてきて。食べてきてよ。はい、宮迫カニの身をお持ちしました。はい、こちらにしましょう。はい、これが。また美味しそう。4皿来る。はい。ビビンバをお持ちしました。まだ食うか。ここからビビンバ。こちらが。6個。ビビンバ6個。ユッケビビンバ。最高。いや、そろそろお時間が。もう。来ました。そろそろ終わってしまうので。だいぶ酔ってらっしゃいます。もやつさんが結構酔いが。だいぶ酔いがすごいですけど。うまっ。最高。まるまるいってるんだ。そしてもうやつさ酔ってる。ここでもうラスト、お時間的にラストオーダー。ラストオーダー。はい。生ビールお願いします。もう一度ワインのメニュー。ワインのメニュー、ちょっと待って。怖いですよ。大丈夫ですか。55万はない。55万、ちょっと待って。今さら55万はないでしょ。X の2万のやつにしようよ。宮迫さん、ちなみに。俺の話聞いてないか。全然聞いてないな。ちなみに。なんかいいワインとかシャンパンがあったら嬉しいな。あ、今ここにも最初いる。今日なんかいい。高いやつ。おい。オーパスワン。ああ。オーパスワンは美味しいよ。何そう。オーパスワン何？港区の方々がよく飲む。ワインですか？シャンパンですか？ワインですよ。赤ワイン。赤ワイン。ちなみに、お値段は11万。ちょっと待ってこの段階で。もうボロボロよ。もやさん見てください。飲みたいですか？じゃあワイン持ってこい。やったー。ありがとうございます。さすが。かっこいい。かっこいい。高橋さん。新年。ビビンバ1人前まず開きました。ただもうもやずさんが酔っ払ってきて、そうなんだよ、割ともう戦闘能力なくなってきてるんですよ。もうその酔っ払いなんだよ。もやさんもう食えないんじゃないですか実は。ダメ完全に酔ってる。フードファイターの方がガチ酔いってあんまり出ない。ガチ酔いで食えなくなるっていうお宝映像ですよ。マジずるいんすよいつも。こいついつもなんか可愛く酔っ払ってる。可愛く酔っ払うんすよ。こいついつも酔っ払ってふりする。マジでずるいんですよ。酔っ払ったふりなんですかこれ。ほらこういうことやるんですよ。だいぶお宝映像です。そうですね。今回すごいんじゃないですか。今回の YouTube すごいかもしれない。もやずさん食べれます？本当？ビビンバ止まってますけど完全に。レイメン。これが6個きます。もやずさんは食べれないですね。これ急に。食べていいですよ。いいですか。はい。全部。貝の身も焼き上がりました。ここに来て。この4皿ですね。これですね。あれ、肉丸さんがご飯も食ってるんですよね。もうおひつ全部食べたの？あとちょっとです。あとちょっと。ご飯は貝の身のために取ってたんで。おやつさんだけちょっと大会が違う。食べた。めっちゃ美味しそう。はい、オッケー。待って、ちょっとおいしそうでしょ。開運通りだって。ああ、すごい。いきまーす。これはマジで締めの中で一番いい。おお。今までに口説いてきた名王子。でも本当にないかも。本当にない好きで申し訳ないぐらい、今答えられないぐらい本当にない。電話番号を聞いてきた人はいないですか？聞かれたいぐらい、聞かれたいぐらい、聞かれたいぐらい、全然。お質問。わー！うわー！頑張ったな。これもありつつの。まだありつつの。これありつつのまだユッケ丼が来ますよ。来ましたね。ユッケ丼が来ました。あれでもユッケ丼ちっちゃい。ちょっと待ってください。大丈夫ですか？もやつさんがもう寝てるんですけど。リーダーもしもし。リーダー終わっちゃいました。リーダー終わっちゃってますね。ダメかな。ダメ。プレミアムミルクジェラートいただきたいです。何も。じゃあ6人前。あ、来た。何ですか？来ましたね。え、何が来ました？太田牛のとろけるユッケ丼でございます。まだ来んの？最高。すごいな。うわー。すごい。ウニ。ウニお肉。わー。うわー、きます。うん。マスルさんももうユッケ丼を開けて、もえあずさんはただの普通の OL さんになって信じられないです。完全にストップしてます。酒ください、酒。オーバスワンが上がりました。うわー、めちゃくちゃうまい。港区御用達。ラスト乾杯に乾杯。ラスト乾杯に乾杯。うわ、すげえ。うわ、マスルさんがうわー、酒も強いっていうのはどういうこと？美味しい。すげえね。うん、美味しい。ツナマヨもまた全部飲んでるよ。え、今ゆきさん、何て言いました？ツナマヨ？あ、ごめん。エビマヨ。エビマヨ。新しい一人感じかも。意外とまだいっぱいありますよ。一人食われる。急に一人。大阪で7キロのカレーのチャレンジメニューがあります。そっちできついです。先輩の指導軍。可愛いんで。可愛いでも全然喜んで代わりさせていただきます。やろう。やるしかないよ。今予算が2人の仕事。負けもんですか。すごいですね。多くの人たちってもう慣れないから尊敬しますよね。尊敬します。言わないでまだ努力したら笑えるじゃないですか。そんなことはないよ。おお、突然来た。いや、これは飯類そんなにいける？デザートお持ちしました。あ、天使のレアチーズでございます。これ美味しいですよ。季節によって形が変わります。いや、これ素敵。これは美味しそう。これ俺の分もあるんじゃない？それはさすがに食べてくれない。ここへ来て復活。一人だけ本当カフェにいる人。味わってる。一人すごい。エビマヨさんだけ。一人ガチの大食いファイター。そうですね。ちょっと美味しそうだね。デザートは先輩2人が食べる。村田さん、いいですか？エビマヨちゃん一人で頑張ってますけど。道長。頑張って。私ワインおかわりもらっていいですか。一人は飲んでるし、一人は寝るし。結果どういう動画だったんですか。うちとしては宣伝していただいて、フードファイターの方のなんか内面がすごくさらけ出し知ってるんじゃないかなと。大丈夫なのかなと。これはやっと食べた。うわ。楽しみに来たのにね、今日こんなにお菓子の大食いだと思ってなかった。めっちゃ美味しいんだよ。バイトはしなくてよかった。こいつマジくまなすぎだろ。こいつ。こいつだよマジで。ジェラートが。やべえようちら。ちょっと待って。4いける？フードファイトではないので残されてもいいんですよ。田代さんにおごってもらうということですから。ビールでそれを流す。最高。これ今何倍ですかこれ。5杯目。5杯目。マヨさん。食わされてる。あとすごいっすね。だから6人前だ。今田さんがお酒飲まなくてよかった本当。本当だよ。確かに。確かにじゃないか。もう眼酔い。お前だよ。もやずさんがこんな食べなくなるとは。こんな食べないもやずさん初めてなんじゃないですか。お前食えよ。食えってマジで。結果が始まった。食え。頼むから。食え。食え。飲むな。飲むな。食え。ここからのブレイキングダウンは最高です。2000万ぐらいいきましたよ。まだ5時前です。泥酔の動画。何ですかこの動画。いやこの後飲み行こう。そうでしょ。めっちゃいいね。この後行こう。もやずの悪口を。あいつマジ食わねえじゃんって言うとマジ食わねえじゃん。おっ一つですよ。ちょっと感動。いやすごいな。ほんとすごい。やっぱり何杯目でしたっけ。はいね。おおあっぱれです。そうだね。あそこまでちゃんと食うとすっきりするね。すごいな。先輩はもうだいぶ前に終わってます。せーの。おおすごい。おお、これで注文した料理すべて完食です。いやちょっとあっぱれすぎてちょっと引いてるな。そうだね。すごいです。じゃあもうあれ。終える主じゃないですよ。いや可愛い可愛い。しかも焼肉屋で食べるようなものではないとは思う。失礼します。来た。じゃあ江頭さん。はい。一旦先これを。あ、はい。いわゆるそのブルナイとかのああいう番組で、私も出たことありますけども、そんなネタでそういうスペシャルの値段とかではないです。ちょっと発表していいですか。本日のお会計いいですか。ちょっと待っていいですか。一人寝てる人がいます。もえさん、もえさん落ち。起きろ、落ちを今からやりますね。起きろ。本日のお会計50万70円です。やばい。詳細もちゃんと出とるんです。マジか。すげえ。そうそう。50万超えちゃいました。そうですね。やっぱりそのシャンパンワインは大きかったですね。ただもう新年ですからそこはもう。あなたじゃあ。一時風俗行けなくなるけど、はい、今日は4俺なんであいつ出てんだよ。見て